分花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎でございます。一週間ご無沙汰しておりました。今日は久々の金玉ということで ね、おなじみ高橋誠さん、こんにちは。こんにちは。あ、まあ、やっぱりあれですかね。なんでしょう。T シャツは、まあ、T シャツですね。いいですね。はい。いや、あのね、この間ちょっとね、外人の方がたくさんいらっしゃる、外国人のね、方、外国人の方がね。外国人の方がね、いらっしゃいます。はい、ところにちょっと行きましたですよね。はい。あの、ね、やっぱり T シャツ多いね。あ、そうなんですかね。うん、やっぱりね、毛皮とか、うん、要するに、こう、ジャケットを羽織って T シャツっていうのは、やっぱり、あれですよね。うん、日本人で寒くなるとやっぱセーターとか、僕ちょっと寒くなるとすぐとっくりのセーター着ますけど、うん、とっくり懐かしい響きだなとっくりのセーターね、とっくりね、あ、タートルネックも言いますよね、言いますけどね、という感じですけどもね、今日はね、ロンドンから帰ってきました松下さん、はい、お帰りなさい、ただいま帰りました。いかがでしたか、ロンドン。2週間もありがとうございます。ね、2週間、まあ、羨ましいですよ ね楽しかったです。どういう、あれ、今の事情、ロンドン事情っていうのはどんな感じなんでしょうか、ね、ロンドン事情わかりませんよ、そんなことは。いや、例えばね、その、ね、まあ、皆さんほら、行かれた方がいると思う。まず温度から言うと、気温から言うと日本の方が寒かったんで、うん、寒いでしょう。なんで寒いんでしょう。びっくりしたびっくりした。あのね、大雪だったでしょ、こっちが。うん、あの日は、ロンドンは12、3度あって、すごいね。そうなんだ。暖かかったの、逆に。あったかいな。そう。僕は行ったのは11月ぐらいでもうやっぱりかなり寒かった ね。それでね、あの今回はマルタ島へ行くのが目的だったんだけど、うん、マルタ島も寒かったよ。あ、そうなんだ。マルタ島は暖かいはずなのに、ちょっと寒くてね、みんななんかコート着てましたね。寒冷化してるんですかね。ね、全体的に。全体的に。東京がこんなに寒いのもね、久しぶり、珍しいですよね。でもね、めちゃくちゃ寒い。48年ぶりとかなんかそう。あ、そうなんだ。らしいよ。そうだよね。だから、なんかやっぱりこう、体調壊したりとかね。そうでしょうね。お気をつけいただきたいと思いますが。ね、僕はね、でもね、うがいと手洗いっていうのを割と、きっちり普通にやるんですけど、うん、結構生姜食べたりしてんのよ、毎日。うん、あ、生姜はいいです、ね。前いただいたね、生姜をね、うん、ちょっと、お湯で、ちょっと、焼酎なんかも入れますが。なんだ、焼酎。でもね、大体毎日食べてる、俺。生姜割りっていうの。生姜割り、はい、うん、でもね、結構それで持ってたりって、まあそれ違うかもしれないけども、そういうね、違うかもしれない、こともありますよ。で、それぞれなんか普通の食べるもんとかね、そういうもので普段気をつけた方がいいかもしれない。それが一番だと思いますけど、俺も生姜ね、大体1日これぐらい食べてるよ。本当、うん、いや、同じことやってんだね、うん、じゃあ一塊ぐらい、一塊ぐらいは食べてる、ね、もっと、刻んで食べるの、あのね、いや、なんていうの、佃煮みたいな感じにして、あ、作って、私も作ってる、うん、あ、ジンジャーの、シロップを作った後とかみたいなやつでしょ、うんうん、ああ、やっぱりそういうものがいいよね。風邪の特効薬ってなかなかないじゃない、うん、ほとんど。そうです ね。だからやっぱりこう、うん、睡眠取ったりとか、やっぱりね、あと抵抗力、しっかり寝てね、うん、しっかり食べて、そうですよね、うん、楽しくが一番です。それがいいと思いますけどもですね、書いてあるね、今日は松下さんのお土産がありますね。それすごいでしょ、綺麗じゃない、ベタだ。これは誰ですか、これは誰、誰ですか。あの、あれでしょ、皇室の、一応ここにハローツってね、ハローツ有名な、ね、これをさ、うん、ハローツで売ってるってまた皮肉の話よねと思いながら買いました、ね、これクッキー ね、これは素晴らしい、ウィリアム王子でしょ、ウィリアム王子、ウィリアム王子、ウィリアム王子が、ね、ウィリアム王子、ね、びっくりしちゃった、まんじゅうかと思いました、まんじゅうは売ってショートブレッド、俺ね、ショートブレッド大好きなんだよね、うん、もう後で食べるよね、うん、みんなで、ね、でも、まあ、こっちゃんはね、うん、前ほら住んだことがあるからね、うん、ね、帰りたいって言ってたよ、さっきイギリス、うん、もうロンドン帰りたい、帰りたい、帰ろうか、みんなで
どんどん僕もね、お世話になったね、この、ね、やっぱ番組のスポンサーのね、あのジャンファインアートっていうね、あの、うん、要するに美術品を扱ってるところのね、あの菊江清水さんのところにもお世話になりましたか。お世話になりました、ね、もうそこでお世話になりありがとうございましたね。それでいろんな方に、マリさん、マリコさん、マリコさんもそうだし、いろいろ、やっぱり日本人で、あの1970年代から向こうに住まわれてる方ってもたくさんいらしてですね、うんうん、でその方たちとまた出会いがありまして、あのいろいろねご紹介していただいたりとかね、あのしましたけども、いつもお世話になって、そうそうそう、夢の木も行ってきましたよ、ね、夢の木、ジャパニーズレストランがあるんですね。でロンドンというのは、あの中心街からだん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 その、うん、一つある種 の, その 階級がありますよ ね、うんうん、離れていけば行くほど ね、でもその中心街だからね、あの結構あれでしたでしょ、あの便利なところでしょ、だからね、便利なところね、うんうん、地下鉄のね初乗り高いでしょ、結構地下鉄ね結構高かったけれども、うん、それよりも空気があの悪いみたいで、地下鉄の鼻の、ね、中が荒れちゃったの。で、なんだろうと思ったら、聞いたらね、うん、やっぱ100年も経ってるようなね、うん、地下鉄だから、うん、その換気が悪いんですって。だから、うん、その100年前の粉塵がさ、うん、もう舞い上がるからね、うん、行くたびに。だから空気は。だから地下、地下、地下すごい低い、要するに低い、低いというか、4、5階ぐらい降りるようなところなんだけども、うんうんね、ロンドンっていうのは、その建物もそうだけども、中心街がね、建物やっぱ、うん、あの大事にしてるんで、うん、古いものをやっぱりちゃんと生かして ね、うんうん、あのやってるっていうこともあるよね。だから地下鉄に関してはあれだね、そういう工事がなかなかできないのかもしれないね。そうでしょう ね、それでもっと話聞きたかったらさ、うん、赤坂来てくれないみんな何赤坂カンティーナでライブがあるでしょ。カンティーナあさってライブやりますね。いきなりライブの告知から始まりましたか。今日松下さんやっぱり卒がない ね、もう2週休んだからね、うん、2週間休んだらね、まこっちゃんから俺カノ君タガが外れたようになりました。外れたカノ面白いでしたけどね、29日日曜日でね、今度の日曜日ですね、28か、28日ね、あの赤坂フラットンカンティーナ、今度はバンドでやりますね、はい、もちろん高橋誠さん、あと、ごぼう鈴木さんドラムでね、はい、名倉健一さんもね、もうずっと昔からやってますよね、うん、ごぼうさんはね、ね、あの長いあれですけども、うん、あと、まあ、シナンドロケッツとか ARB をやってるベースの浅田武志君ね、はい、これでやります、金吉郎松下俊美ということでね、はい、でこの日はね、あのオープニングアクトで、あの、うん、あやちゃんっていうね、ドラム叩いてる女性がいて、まあ、あの、先週ね、先週ちょっとアシスタントに。あ、はいはいはい。そうそう。猪俣あやちゃんと、菅武蔵さんのキーボードでね、あの、うん、オープニングアクトで やっていただきます。うん、楽しみにしておりますけどね。はい。盛りだくさん。全盛りだくさんです。なんか、歌う感じですか？歌ってくださいよ、どうぞ。どうぞ。あの、松下さんの声をみんなが。そんなことはないと思うんですよね。行きますか。じゃあ、日の当たる坂道から行きますか。ね。
はい、ということで、はい、金尾弘弘渡る坂道をお届けいたしました。ということでですね、まあそのロンドン、マルタ島っていうのはあれですか、あのマルタ共和国ですね。共和国ですよね。共和国、それはどあのまあ歴史的な、ちょっと意味深い、なんか硬いですね、なんか要するに騎士団のね、そう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 、あの騎士団の人たちが島を守ってなのね、うん、オスマントルコ帝国が守り抜いたわけでしょ。そうそうそう、守り抜いた、うん、ね、すごい。だから城壁というか、うん、島全体が、うん、もうなんていうの、まあ、要塞の、あ、うん、要塞っていうかね、うん、それで、まあ、それが世界遺産になってるか、町全体、町全体が世界遺産ということはね、うん、あのちょっといい部分もあるんだけども、うん、なんかその不都合ってあるの。いやほら、あのいろんなことをこう建物を変えちゃいけないとかあるわけでしょ。それマルタ島はどうなんでしょうね、うん、あのその昔の古いイムディーナっていう昔の都、うんうん、都市のところはもうそのまんまだけど、うん、あそこら辺ね、うん、バレッタっていう今の都市、あの中心街、まあ、中心街がバレッタというところ、ね、バレッタっていうところは、うん、まあ今のまあの古い建物もあるけど、うん、まあ、町並みはきっと昔からああいう感じなんだろうなっていう感じはしますよ、うん、石畳でね。あ、うん、あの写真だけどショップはもう今もうどこも同じような感じになってる、うん、お店とかは ね、新しいお店とかもいっぱいあるし、もちろん住んでるわけだ。そうなんだ。そう、それでちょっと、うん、もちろん。あ、そう。でちょっと離れるともう畑とかさ、そういう、うん、あの自然がいっぱいで、青のあれ海、あ、綺麗でしょ。あ、写真あげた、すごいでしょ。ね、もうね10メートル下なのにもそこが見える。見えるんだ。見えるの。いいね、もうコバルトブルーっていうか、もうね、本当、うん、すごいね。潜りたいね。潜りたいでしょ、ね、ちょっと寒かったけどね、うん、潜りたかった。季節によってあれかな。もうだから本当はね、うん、夏行けばいいんじゃないのかな、一番、うん、泳げる時にね、うん、ね、素晴らしいですよね、うん、あとストーンヘンジとか行ってましたね。行きたかったからね、もうここが一番行きたかった、ね、ストーンヘンジ、そう、パワースポットっていうか、パワースポットというよりも、うん、本当にあのあれに書いたんだけど、その写真を見てあのパソコンにさ、こう待ち受けにね、うん、ストーンヘンジをずっと入れといたの、私、うんうん、買った時ね、うん、ここいつか行くなって思ってた、うん、行きたいじゃなくて多分行くんだろうなっていう、で今頃実現してましたけど、うん、そんなんありませんか。ありますよ ね、 ね、そういうのもね、うん、そうそう、そう、まあ話せばね、あれ、あれですから、ライブに来ていただいてライブで一コーナーいただければ喋ろうかな。ああ歌わないで、ね、歌わないで、ね、歌わないでって、歌わない方向に行こうとしてんじゃん。ねえだろうなねえだろうな。じゃあ、なんかミキさん、今年はあまり歌わない私は意外たくてって、意外たいし、なんか来てますか。うん、来てる、うん、そうそうそう、オペラ行ったの。オペラ連れてってもらったの。 あのオペラって、うん、ロイヤルオペラ、あのね、リゴレットっていうね、うん、割となんかもう最初パッと見た時すごいね、ちょっとセクシーなショットが、うん、ね、ちょっとそういう感じなんだけど、あの上映されなかったんだって、上演、うんうん、あのちょっと際どいから。あ、そうなんだ、うん、あ、そうなんだ、うん、そういうので、もうすごかったな、もうすごかったなって。何がすごいって、やっぱり歌がすごいじゃないですか、やっぱりオペラの人でも何でもね、うんうんうん、ライオンキングもそうだけど、うん、ライオンキングっていうのはあの劇団四季とかやってる。ちょごめんなさい劇団四季は見てないんで。いやでもまあ劇団四季お前だってでも劇団四季の方たちもやっぱり一生懸命やられてるんだけど、いや見たことないからちょっと何とも言えないです。僕もそうなんだけど、うん、なんかね、うん、やっぱりあの何、その建物もそうそう、歴史的に、ね、歴史的なね、そのオペラハウスみたいな。だってロングランってもう1970年からずっとやってるわけだからさ、うん、そうだよね、もうあの人たちの体はそういう風になっちゃったんじゃないかっていうぐらいのね、だって動物だからね、生でしょ、生すごかった、すごいよ、あれはやっぱね、うん、見る価値がありました、ね、うん、もう本物だからね、本物、そう、うん、昔はね、私はあのそういうところじゃなくて、うん、ライブハウスとかさ、やっぱりバンド系に行きたいと思ってたんだけど、うん、やっぱこの年齢になるとこうオペラとかバレエとか、うん、そっちを見るようになりましたね年齢的にね、それ連れてってもらってもうすごく良かった。
バレエはねいっぱいで入れなかったんだけどね、うん、チケット取れなくて、うん、すごくね、あんな間近でね毎日行けるといいよね。ね、うらやましい。うらやましいですよね。うん、いやでもまあそういうあの機会がこう今回ねそれはあったということでね。ありました。もう皆さんのおかげでね。素晴らしいですよね。なかなかそのせ、カナオさんのおかげでございます。いや僕はあれですけど、いや、あのいやでも本当になんかそれで広がっていけばね、うん、いいと思いますよね。うん、いろんなあの。まあ、日本だけにいたらねいろんなことがもう大体みんな同じようなことで悩んだり苦しんだりしてんじゃん、うんね、でまた違うね角度からさやっぱりこう日本を見つめるっていうのもいいんじゃないですかね。全然日本は見つめなかったけどあそう見つめないね見抜きもしない見抜きもしないただ忘れてただけっていう、ね、でもねあっちもこっちもね、境内とかもあの工事中が多かった工事工事してるよね。いやロンドンってね結構ねやっぱりハローズのとこもずっと工事してない。あ、してた。俺が行った時もしてたから。嘘、それ違うとこじゃん。もう何年経って、これ、5年ぐらい経ってまだやってたら怪しいよね。あの、結構そういう 、うん、気がしたけどね。うん、うん、じゃあ、そうかもしれない。うん、新しい建物もいっぱい常に新しくなってたのかな。なってたね。ただやっぱ、こう、やっぱ地下を少しずつ変えたりとか、うん、そういうこともあるんだろうね。あの、うん、表向きは変えられないじゃんあの建物って。そうそうそう、うん、そうかもね。で昔はだから煙突が煙突まだ残ってるんですよ、うんうん、で屋根の上に煙突がたくさんあるんだけど、うん、そこから煙が出てたんだけど、うん、それがもう今禁止されて、うん、ないんだけど壊しちゃいけない。ないんだけど壊さなくてあるのよね、うん、それもいいよね。なんかね風情風情っていうかまあ、うん、建物の歴史だもん ね、うんうん。フランスとかもそうみたいでしょ。いくらあのあれ古くなっても建て替えちゃいけないとかあるね。うん、うん、あるんだね、うん。日本はだってもう全部もうか全て建て替える。日本でもねある。日本でも高山とかはね高山あの飛騨高山の町並みはもう木造でそう割と景観は統一されてるの。だから郵便局も赤じゃなくてもう木で、うんうんうん、そういうところも確かにね。ありますよね、うん、白川郷だってそうよね、うん、みんな住んでんのに建て替えちゃいけない、うん、わらぶき屋根の、うん、そういうのはあるよね、うん、まあ一般のところはねでもね、うん、あると思いますけどね、うん、作り変え、まあ、私もぼーっとしてるからね、はい、あんまりこうねこうでしたでしたっていうのがなくてね、まあ、ライブで喋りますのでしつこい、うん、いや宣伝不足でしょ。何がね28日あ、ねね、うん、私もちょっと俺はあんまり宣伝してないけどいやいや宣伝しないとダメだね。だってなんかオープニングアクトもねちゃんといらっしゃるし、そうだよ ね皆さんぜひね、うん、ミキさん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。小読みでは体感大寒大寒を過ぎているのにとんでもなく寒いですね、うん、ここでも最高気温は1度の予報です。1度最高気温最高が1度すごいね。先週のよしこさんは変わらず素敵でしたね、うんうん、いつも思うのですが、うん、よしこさんやとしみさんは言葉遣いが綺麗でエレガントですよね、うん、いやよしこさんもそうだけど私は違いますよね、うん、どっちかっていうとね。といえばとしみさんお帰りなさい。ロンドンをはじめ旅行ご出張はいかがでしたか今までいろんな外国人から日本人っぽくないとかお前はアメリカのどこに住んでたんだとか聞かれるくせに外国に行ったことがないなく海外といえば関門海峡を越えることぐらいなオイラとしては羨ましい限りです。意外ですね。意外だね。英語喋れるのにね、ペラペラ。でもね、俺も同じようなもんだね。はっきり考えたら。さて、今日は今年初めての金玉ですね。あ、そうだっけ。そう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 。久しぶりにカナオさんととしみさんのズレ漫才と、うん、誠さんのバッサリ切りが楽しめるかと思うと嬉しくてなりません。いつも通りにリラックスして良い意味でダラダラやっちゃってくださいね、はい、リクエストは今日はありません、はい、ただ今年の夢としては、うん、いつかカナオさんには、うん、ウォークインダースイートストリートを久しぶりウォークインダーストリートあこれね昔歌ってたね、うん、ウォーキングオンダストリートですね、これね、ウォーキングオンダウォーキングオンダストリートを久しぶりに歌っていただきたいです、うんうん、そして誠さんには変わらず、はい、ニューヨークステートオブマインドを、ね、そして課題がずっと、ね、そう、としみさんにはアントニオの歌をやってもらいたいと思っています。今年のあれだね、会うと思うんだけどな、
PS カナオさん4月も何かあったら手伝いますけん行ってくださいね。あ、そうそう4月はね、ありがとうございます、ね、うん、年内には歌いましょうアントニオの歌ね今年はっていう。そうですね、4月あの九州行きますね。あのまだちょっと先ですけど、ね、先は決まってないですが、一応決定したのは、4月、うん、4月のね、4月何日に行くんですか。この放送が終わった日、4月の6日になるかな、うんうんうん、6日その夜は久留米ですね。久留米、久留米、久留米、うん、それでちょっとお店の名前とかまたちょっとポスターとかできたらご宣伝します。で7日は、田川でしますね。田川、うん、田川でダイヤモンドムーンというとこね、これはもうあのバッドスタッフと一緒にやります。で4月の、この8日が長崎ですね。長崎の、あの例の前回のね、そう、あの歌の海の海、西の海、西の海、うん、音楽祭、諸岡健二君と一緒になります。諸岡さんと一緒ですか。はい、まあ、ゲストもたくさん来ますね、博多の方からもね。それでも決まってますが、はい、ちょっとその後とか前後にね、いろいろ、前後は行かないね、後だね、ラジオがあるから。で、まあ、またね、ご紹介いたしましょう。はい。はいはい、ということでね、ミキさんですね、博多のミキさん。これ、ウォーキングのストリート、ちょっと触るだけでもやってみますか、今年の。はい、楽しみっていうよりもどうかなこれ松下さんなんかコーラスとかえ、どんな歌、どんな歌か分かんないでしょなんとなく
はい、博多の美希さんのリクエストにお答えしました。冒険の音です。これは何放題があるんですか？昭和通り。いや、冒険の音です。まあ昭和通りですね。あの冒険の音です。リードってね、まあ、あのこれは初めて聞きました、ね、そうでしたっけ、うん、あそうでしたかね。ちょっと、ね、あのあれですね、こういう曲もありましたね。前歌ってましたね。そういえばね、いろいろありますが、いや今日ちょっと高嶋真子さんにね、あのなんか今日はオリジナル曲をいきますか、うん、行きましょうか。これ浩輝くんがあの詩をつけた前も一回やったんですね。そうです、これね、クライン仙台のね、クライン in the heart っていうんですけど、はいはい、やってみましょうか、はい。かけてたわ、ベッドに一人横になりび、腕の中で淡い夢見てた、日々を思い出した、自分のわがままだけわかって、お前の悩みなどを一つも聞いてやれなかった、ただ愛してるそれだけだった。何も言わなかった、何も考えなかった、お前がただいることが当たり前だと思ってた。 Crying in the heart、 何もかもが Crying in the heart、 戻ればいい、 Crying in the heart、 では生まれに Crying in the heart、 君に教えてもらったこと、それは君だけ愛することを、出会った時といつまでも同じ気持ちさ、もうあなたの人ではないとそう言って涙浮かべてた、世界で一番あなたが嫌いと唇寄せ、そしていつまでも忘れないかなと、そのまま抱き合った、楽しみことだけ詰まった宝物、思い出の箱に鍵をたくさんかけて、心の扉にしまってしまえ、 Crying in the heart、 何もかもが Crying in the heart、 戻ればいい、 Crying in the heart、 では生まれに Crying in the heart、 Crying in the heart。はい、高嶋真子さんの Crying in the Heart、ね、でしたけどもですね、顔で笑って心で泣いて、ね、そう、顔で泣いて心で笑う。それはずるいね。それずるい人間で、ね。まあ金尾義郎のね、やり方でございますから。あ、そうなんですか。うん、そうですよ。
今なんて言ったの？顔で笑って顔で泣いて心で笑う。あ、いやらしいね。おぞましいね。おぞましい。おぞましい人間でございますよ。まあ、これで生きてきましたから。いいですね。うん、おぞましい中でもね、いろんな人とね、あの出会いがありましてですね。おぞましい出会い。そうそう。というね感じでございますけどもですね、ロンドン今回ね。ロンドンの話もそうなんですけども、はい、あそこ行きましたね、アビーロードアビーロード写真あったね撮ったね、あれだ、でも絶対行くよ ね, くねいや、なんとなくね今回ほら一応まあ大体あんなとこでよく写真撮るねと思ったあんなとこで失礼ですけど僕も撮りましたけど撮ってもらったんです、車でね連れてってもらってね、あれでもさ一応ほらどういうところかなっていうね、いやでもね結構その昔のままにしてあるから舗装はあんまり されてないよ ね, ね、だってあれ綺麗にしたら意味ないんだもんね、綺麗にしたらね意味が舗装はされてませんね、ね、あそこも そのままだよね、だってそのままにしとかないと ね、あれ綺麗にしたら分かんないでしょ、だって分かんないよね、だって観光名所だもん ね, そうだね、あれだって本当に人が一歩こう踏み込んだら車は止まらなきゃいけない法律らしい、あ、そう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 、私はねそれ知らないからね、あ車が来たと思って、あのマークね、あの道に書いてあるね、そう、でも日本もああいうの作ってほしいよね、誰が通ったとかあの誰か、あ二人でなんか作っちゃえば、そうかと思えば今日ねニュースで、中国では標識を勝手に塗り替えちゃって、道路の直進に、そう、そういうことする人もいるし、いろいろお国柄だよね、歴史古いのにね、中国もね。アビロードあのスタジオ入りました？入れなかった。あ、そうなんだ、あ俺顔パスよまた一回行ったぐらいでこうね、一回行ったぐらいで調子こきますね。あの前で写真撮りましたけど、でなんかねでも使ってた、あのなんかねやってた、レコーディングとか入ってたかもね、なんかやってたみたいだから入れなかったのかもしれないし、あそこのあそこで録音した僕知り合いがいて、そうなのよ、でもすっごいお金かかると思うんだよねあれ。意外と、ね、うん、でも意外とそうでもないんじゃない、そうでもないのかな、あのね友達の甥っ子友達の甥っ子、まあその日本人じゃないよ、あ向こうの方なんだけど結構お金持ちなのよそれが、あの船とか持ってるような感じ、船、あの親がね、だからそういうルートがあるのかなっていう気持ち、なんか使えなくはなさそうな雰囲気の人たちが入ってたよ、パッと見たらでも結局はさやっぱりあの中身が問題なんだろうねきっとね、あのビートルズとかがこうね、意外とさ日本ってなんか大事にするけど、まあ、大事の仕方が違うじゃないね、使いながら向こうはさ、確かにね、古いものをこうよあのもう入っちゃいけませんとかそういうじゃなくて、じゃないよね、日常も昔から続いてて、使いながらの、さりげない感じがいいよね、ロンドンの感じってね、じゃないかなと思います、まあ たかだか2週間ですか分かりませんけれども私は、その辺はロンドンって 12,3 時間ぐらいかかるんでしょ、11時間ちょっととぐらいですね、どうでした、なんか結構飛行機とかは、俺飛行機がねもう最近苦手になっちゃって、あでも陽光し、あんまりしたくないんでね、陽光陽光ってね、なんか成田で一回止められたから、もうそれ前にも言ってたね、前に言ったけど、成田で元々が嫌いなんでしょ、どこも行くのが、いやいやどこも行くのが嫌いっていうかそういうわけじゃないけど、一回ねそういうことがあるとちょっと、なかなかね、でも飛行機はねなんか新しい飛行機だったから広かったよ、割とエコノミーでも十分、あそうなの、JAL のね、ああこんな楽になったんだって、大昔なんてね本当にもうこんなだったよね、足がこうエコノミー、大昔って何十年も前はね何十年も前のエコノミーなんてね、もう狭くて狭くてもうなんか足が、今はそれ広いの、広かった、綺麗だし、隣十何時間もいてさ、隣に変な人が来たら、それは最悪だね、それは言える、なんかね空いてればね、映れるけどね、まあ、最初はそういう風じゃなくてどんな人と出会えるかなと思わないとダメよね、楽しく、ね、楽しいよね、どうしよう嫌な人だったらじゃなくって、なんか出会いがあったら面白いなっていうの、
僕は別に後ろ向けの人生を歩んでるわけじゃない。いやいやいや、そうじゃなくて、ね。じゃあ、この辺で次の。いいね、もうさ、仕切り。というね、はい、行事。行事は高橋誠。あのね、前に、須賀川の祖父さんからね、リクエスト来て僕、歌えなかった。はいはい。曲ありましたね。あ、これリバーサイドマイホームタウン、ホームマイ、うん、マイホームタウン。今間違えたでしょ。自分の歌なのに、ホームマイタウンって言わなかった今。え？今なんて言った？空耳なんじゃないの？いやいや、空耳。リバーサイドマイホームタウンって言うたらいいか。リバーサイドマイホームマイって聞こえちゃった。今日も順調だね。順調。あ、これとしみさん歌う？いや歌わない。いやいや、あなたの聞いてる。いや歌わない、意外たいから意外たいからじゃないよ。じゃあ俺歌うよもうね、うん。リバーサイドマイホームタウンってなんかある？なんかあるとは。あ、歌詞カード？いや歌詞カードも覚えてるけどいいけど、やろうか。じゃあやる、福さんのね、そそさんのねリクエスト、そそさんのリクエストにお答えしましょう、はい。リバーサイドマイホームタウン、そうそうそう。川が流れてる、思い出が流れる、春に罠の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しい、あの人は今はない、緑織りなす心も揺る
はい、金尾芳郎リバーサイドマイホームタウンをお届けいたしました。ね、これはね、僕のふるさと、筑豊と言いますけどもね、あの九州の福岡県直方市の、ために作った歌ですね。市の歌ですね。市歌になりましたけどもね、もうそれはもう100年ぐらい前ですから、もうみんな忘れてるみたい。そんな前ロンドンぐらい歴史が深い。そんなことないね。またね、これもね、あの地元で歌ってみたい気もしますが、ね、ぜひですね。で、直方の宣伝ちょっとしますけども、4月にですね、あの写真家のね、かの有名なデビッドボーイ、あなた会いましたよね。会いました。会いましたっていうか、壁画に。壁画行きましたよね。生まれた町にね。あれ結構大きいの、あの壁画は。まあ、これこの壁ぐらい。2メートル四方、3メートルぐらい。もっともっと大きいですよ。大きいな。うん、駅のすぐそばにね、あるの、うんうん、あそこ行ったことないんだよね俺、ほんと、うん、まあ亡くなった後にね書いたから、多分あの時はまだ5年前ね生きてたから、亡くなった後にちょうどその頃ぐらいか僕行ったのね、うん、いやちょっと前か、亡くなったすぐ後だね、まだそれ書かれてなかったもんね、だって亡くなったのまだそんなにそんな昔じゃない、3年ぐらい前、いやもっとか2年ぐらい1年、うん、いや、もう多分カノさんが行かれた時は、まだ亡くなって、亡くなる前ですよ。あ、そうですよね。だからなかった、うん。あ、そうかそうか、そういうことね。うんうんうん、そう。そのデビッドボーイのね、あの写真とか撮り続けてるスキターさんっていうね、正義さんのね、はいはいはい、有名なね、あの写真展とかがね、あの能形市で今度あるんですよ。あ、出身地で。うん、出身地、あの僕の生まれ故郷でね。それが4月の何日かな、4月の頭ぐらいからずっと一月ぐらいね、で、まあ、相川誠さんがゲストで来て、あのトークショーみたいなのもあるんですけども、その野方がね、あの、まあ、商店街があの昔ほどね、あの賑やかじゃないんで、そういうとこでね、あの盛り上がっていくっていうのはね、僕もね、なんかあの僕はまあ何にもできないですけども、手助けをねできればと思います。生まれ故郷がね、やっぱりね、あることも幸せだしね、それも元気になってほしいと思いますし、もうスキタさん世界のスキタですからね、スキタ正義さん、ね、もうデビッドボーイとかね、ロックシーミュージックとかいろいろ昔のね写真、ありますよね、カナさんも撮ってもらったらどう、え、ね、いやいや、もう僕なんではもうダメですよ、いやいや、うん、もう今のうちに撮ってもらった方がいいんじゃないですか。何もう先がないようなことをだね。あ、まあ、やだな、ネガティブな撮り方だな。いやいやいや、そうですね。今のうちっていうのは、はい、だってロンドンに住んでらっしゃるんでしょ。違う。北さんどう、もう向こうにいたらね、そんなに会えないじゃないですか。そう、会えないかもしれない。ね、もしね、まあ、あの4月ちょうど、うん、行くんで。うんいいね、なんかお会いできたらね、いいじゃないですか、いいじゃない、スキタさん写真撮ってください、いやだからうちも商売やってたし、スキタさんのとこも商売やってたみたいなね、ボタン屋さんだったしね、一応あのハイセンスかなでしたけどあれ関係あるんじゃないですか、じゃあボタンを買ってたとか、ボタンとねいやだから親同士は結構付き合いはあったみたいよ、ね、あのもう近くですからね、うん、やっぱりそういう商店街がね、あの今野方に限らずいろんなところでね、あの大変な時期なんですけどもね、頑張っていただきたいと思います、はい、ね、ということで、楽しい時間ももうあの残り少なくなってきましたが、じゃあリクエストにお答えしましょうか、今日は来てない、ファックス来てないね、あんまり来てない、あれあれはいつものチャーリーさんは来てないですか、チャーリーさんは今日は届いてないの、あの印刷してないのかな、いやいや、ファックスは来て、これは大丈夫、これ。あ、僕いただいた？もうもらってないよね、まだ。ないですね。うん、じゃあ、あの、ね、まあ、こういう日もあるでしょう。こういう日も。寒いからじゃない、みんな。うん、あ、来た。あ、ごめんなさい。あ、来ましたか？今来たのちょっとできるかどうかわかんないです。はすみさんだ。あ、今。この前ハスミさんとやったやつ、シクワールのやつがね、うんうん、あの地方版ですけど、あの、うん、記事になって。あ、そうなの？うん、え、新聞？新聞。すごいね。うん、あれは何？どういう、その町おこしみたいな。それ、そうそう、シクワールの町おこしみたいな感じで、ね。あ、そうなんだ。そうなんだ。それもいいね。はい、それは素晴らしいじゃないですか、ね。これじゃあ読みますか？うん、読んで。いい、うんうん、カナオさん、うん、誠さんとしみさんこんにちは、はい、寒い寒いです、はい、そしてとしみさんお帰りなさい、ただいま、はい、リフレッシュできましたでしょうか、うん、まあまあできました、はい、カナオさん誠さんの2回の放送なかなかのものでした、ハラハラドキドキ今年初の金玉、ね、お三方のトークも楽しみです、うん、もちろん生演奏も、はい、インフルエンザ流行の中、うん、注意してお過ごしください、うん、ウォーキングオンザストリート良い曲ですね、
はすみ。これ今聞いて、ファックス。はすみさん、今ね、生放送のね、ね、お仕事中なのにありがとうございます。ありがとうございます。1月26日ってそういえばね、うちの姉の誕生日でした。お個人的にすみません。おめでとう。いや、それいいんだよ。いいの、うん、もう全部全ての席の俺が取るから。いやいやいや、うん、トミもそうだ、トミも今日だね。あ、トミー磯部、そうそう、うん、トミー磯部また来ますね、2月16日。16? うん、2月16日またゲストでね、あの、ハワイ、フロムハワイからね、ブルースメン来ますけども、トミー磯部さんね、ほんと続々とね、あの、またゲストの方もね、ご紹介しますので、お楽しみいただきたいと思います。ね、うん。来週はまあ一応、あの、金玉にしといて、お客様もちょっとお楽しみくださいということですね。ということで、最後なんか行きましょうよ、みんな元気に。元気に。プリオチュラインの勧めやるか、もう。ちょっと、もうちょこっとだけ、途中まで。途中まで。この間、キヨさんが倒れちゃってさ、ね、ライブの横浜のね、ライブの時にね、大丈夫だったの、あの、清原さん、清さんって言ってね、あのファンの方がいらしてね、もう、びっくりしたよね、75ぐらいだけど、清さん大丈夫って休憩時間に言ったら、もうダメですわとか言ってたんだけど、言ってたの、そのようにさ、倒れちゃって救急車呼んだんだもん。んで、中断よね。中断になったけども、清さんは大丈夫だったから。そうそう、心配してたんですよ、ね、その時ね、看護師さんがたまたまいらっしゃって ね、でもう、あの、助かりました、はい、じゃあさ、もう最後はもうちょっとワンコーラスいくか、不良中年、あ、ワン、ツー、スリー、フォー、なー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 、はい、なー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 、踏まれても蹴られても俺は負けないぜ、叩かれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても逃げられても中途半端な終わっちゃったもんね、あの、もうちょっと行こうかなとか思ってたらなんとなくね、あの、終わってしまいました。不良中年のすすめをお届けいたしました。またね、ゆっくりね、来週でも、やりたいと思います。松下さんもね、みんなあの歌期待してますから、来週よろしくお願いいたします。ということで、あっという間の1時間でした、はい、今日も、高橋誠さんありがとうございます。ありがとうございました。松下としみさんありがとうございます。映像のききさんもありがとうございます。それでね、あの、オンエア映像はですね、金子源一さんで、またこの2本をね、あの、YouTube に上げるっていうことになりますね。金尾芳郎、音楽魂で検索していただくと、はい、いろいろ出てきます。今までのゲストの方もいろいろ出てきますので ね、お楽しみいただきたいと思います。はい、ということで、楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。お会いいたい金尾芳郎でした。また来週お会いいたしましょう。See you next time! あの人は人の心が好きさ、福地の山に見る A widow inside my hometown、 季節は A river inside my hometown
また生まれ変わるさ。祝う祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた想いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。